うなって怒っとるわ、ね、怒ってます、怒ってありますよ。触れるグリーンランド響きの森です。こんなカンガルー、これオオカンガルーなんですけど、こんな栄養さんおって、しかも触れるとこというのはなかなかないんですよ、ね、どうですか。午後にこの振り合いの時間が終わったら、多分、キャベツとか人参とかね、ああいうのを餌まきをするんでしょうけど、今の時間はこの干し草を食べてはります。大きな会社、多くのお客様に来ていただいておりますので、一回次のお客様と交代していただきます。はい、今コロナで入れ替え制になってますね。いっぱい寝転んでるで、小さいというか、他の少ない書類はこのやっておるんですよね。で、ここが小屋になってます。中入んなということなんですけども、塩をやってね、食べるようになってますね。結構な、これずっと映してもそれなりの養蚕人がおる。みんな帰っていくんやけど、で向こうの方の岩山の方にはワラビーがいてますね。ちっちゃい、これグリーンランドというところの中にあってですね、ここは、一律の施設になってます。東津の森の動物公園と同じ北九州市立の施設でございます。水も飲んでおりますよカンガルーに触んのにというか、ここへ入ってくるのに300円いるんです。でグリーンパークに入るのに150円で、公共交通機関が多分ないようなので、車で来たら駐車場が300円いります。これの他に熱帯の植物園みたいなやつがあってですね、そこではオオハシとかカピバラとかね、そういうのもいてますよ。これはせやけど、なかなかやりますよ。これ日本一、多分こう100頭以上いてるそうなので、日本一のこれ施設ですよね。こんな養蚕おるかなこっちも多分これ開放したりしてるんだろうけどね。これは皆さん来るべきところやと思いますよね、まあ、なかなか日本で触れるとこないので、オーストラリア触れるとこありますけどもね。珍しい施設でございました。